さて、補足。山中伸弥教授、京大のね、京都大学のね、山中キメラ研究所っていうのが発足するはずです。正式名称は別として、うちらがずっと山中キメラ研究所って呼んでたものね。それが発足します。で、結局皆さんがそれぞれの思考回路にぴったりの動物になります。ね、それは予配目視録にちゃんと書いてあったでしょ。ね、あれ、一神教でしょ？一神教に、モンスター？キメラモンスター？それ多神教。世界でしょ？例えば有名なやったら、ギリシャ神話とか、中東、インドもそうやし、中国も、日本もね。モンスター出てくるのは、多神教でしょ？でも、ヨハネ黙示録の最後は、人間にふさわしくない人は、モンスターにするって書いてある。あれそんな一神教じゃないから一神教間違ってる。あれ違うのね。一神教間違ってなくて、ヨハネ黙示録が間違ってるの？一神教じゃないの？あれキリスト教だけど、ヨハネ黙示録は、最後人間にふさわしくない人たちは人間じゃなくなると。獣になると。666になる。伝統用の話って言ったでしょ。伝統用が無の人っていうか、ね。使えてない人っていうか、まあ、そういう言うよね。実は、それは否定ってそういうのね。ね。結局、前提だけ使ったらあかんで、ね。その、いなりはそんな方に従うやろうけど、ね。ちゃんと、本人は、ちゃんと使えるから、あれと思った時に、なるでしょ。つってなるでしょ。くってなるでしょ。で、前頭を。で、その時、じゃないからね。まあ、そうなるかしらけど、それが目的じゃなくて、これをこう、どうやったかな、この問題を見て、どうやったとこかな、でしょ。で、実際、このまで出てたかがないと、じゃないからな。わかるやろ、違う。な、今は例題なんかないから、まあ、そんな説明するときじゃないし、絶対な。でも、なんか、君ら研究所って、あなた方が聞いたときに、何それ何っていうときに、ふっと減退せんかったらええのかな知らんけど。山中キメラ、キメラを作るんやろって。キメラモンスターって遺伝子が、他の生き物の遺伝子との遺伝子、遺伝子組み換えせんやろそのこともキメラ言うな、キメラ遺伝子って。他の生き物と自分の遺伝子、要するに他の生き物の遺伝子と自分の遺伝子がそれと組み換えされたら、何になるんやろな。ひょっとしたらなんかそれ昔読んだとか、習ったんでもないし、なんか見たぞ見たってか漫画ドラゴンボール、ドラゴンボール、あ、ドラゴンクエスト。ファイナルファンタジー。大物だけ言いました。ねあれに出てきてる、あの人間の部分持ってくだった動物。あれは動物の部分持ってくだった人間。あれキメラね、こんな風な時に絶対使ってるでしょ。だから今のセリフを、暗記して言うときは絶対使わんはず。それ先頭の次の解説、こんなんでいいでしょう、もう。だから、その、キリスト教間違ってる、間違ってない、うんうんじゃないから、人間にふさわしくないとは、じゃキリスト教にもふさわしくないんでしょ。じゃ人間じゃなくなっても、それはキリスト教の説明通りじゃないんですか違いますか。だって、キリスト教の人は決める、人間で生きられないさ。キリスト教はそれは悪魔って呼んでるの、悪魔。うちらは怪物とかな、妖怪とか、妖精はちょっといろいろ、もうちょっときっちり説明しなあかんけど、まあ、モンスターで説明してたりとか、それをね、キリスト教では延々悪魔って呼んでるの。でも、霊界の存在じゃないでしょ、モンスターは実はこんなと現実界に登場するから。実は、人間から見ても、人間の、禁煙の霊長類とか、まあ、類人猿は、モンスターって呼ぶべきなんですよ、本当は。もっと遠い犬とか猫よりもね、むしろより人間に近い猿人とか獣人とか、あんなんをむしろモンスターって呼んでもいいんですよ。実はね、危険だから。自分の種族にとって、禁煙種ってめっちゃ危険やねん。それは犬にとっての禁煙種も危険、猫にとっての禁煙種も危険なんです。別に呼び方はいいから、悪魔って別に呼ばんで、悪くもないし、まあでもない。別の生き物言うだけやん。ただ、獣人獣人だから666は、魔人獣人っていうのは
金融者から危険やで。それを、たかった、悪魔って呼んでもしゃあないのと、うちは思うけど、そんな単純な思考からちゃうもん、知らんわ。ね。だから、ギリスト教は間違ってる。結構は、もっと別の部分やろな、多分な。ただ、ヨハネ黙示録の方が、キリスト教より先にできてるからね。ヨハネ黙示録をどうやって回避しようかっていうための、その、具体的な格論やからね。どうじゃどうとか、どういう哲学できたら、ヨハネ黙示録の条件を成就させるのか、もんやろうなっていうのが、キリスト教のその、まあ、福音書なりの部分なんです。その説明でバーンのことでしょ。だから、この後は、空前の、皆さんがよくゲームで、ゲームプレイした、その、ファンタジー、ロールプレイングゲームの世界が本当に実現します。これタイタニック理論って言うでしょ？ね？じゃあ、うちも予言してたでしょ？この後ファンタジー世界よ。だからうちファンタジーの物語、ゲームをちゃんと書いて準備してるからねって、まだ全部完結してないけど、始まってからでも続き書けるから、ね？よう考えたら。だから大丈夫。完成してから始まるんじゃないから。実際に起きてることを見ながら、修正校やろうが賢いかもね。じゃあ、よろしくね。